あれですよね、まあ、ここにおる皆さんなんとなく経験あると思うんですけど、はいはい、まあ、たまにこう休みできたら、どうしてもちょっとこう仲のいい後輩芸人をこう誘っちゃうじゃないですか、うん、はい、で、まあ、ご飯行くにしたらやっぱ後輩芸人とか飲みに行くにしてもそうなるんですけど、まあ、これ悲しいかな、その悲しいっていうのかな、後輩芸人もだんだんこう仕事が忙しくなってこうやっぱ売れていくんですよね。これは嬉しいことなんですけど、ちょっとやっぱこう寂しさもあって、もうジュニアとかも大好きなんてまさにもうそうで、あ、もうなんかそんな寂しい思いは正直やっぱあんまりしたくないなっていう思いがちょっと あるじゃないですか。でもそう考えると、あ、やっぱあんまり忙しくなるやつじゃない、そんなにこう売れる見込みのないやつと遊んどったらええんかなっていうことで、最近三股又蔵と僕もあんまこう言いたくないんですよ、テレビでなんか仲良くしてるって、あんまりこう三股と僕がね遊んでるっていうと、なんか松本さんちょっとセンス枯れたんかなとあんま言いたくないんですよ。だからもう三股にも2人で歩いてる時に業界の人来たらすぐ離れる愛人じゃねえかそれじゃってまだ全然面白くない感じでね来られて、で、まあ、そんな面白くない三股とのちょっと前の話なんですけどこの後又蔵三股のすべらない話すべらない、まあ、そんな面白くない三股とのちょっと前の話なんですけど、まあ、ちょっとまあやっぱ休みで、でもちょっと映画でも行くか三股で、まあ映画行った後飯も食うし酒もちょっと飲むから、もう車じゃなくてタクシーにしようか、ね、あの迎えに来てくれって言って、三股がタクシーで僕の家まで来て、おはようございますみたいなんで、僕休みですからね、もう気軽な感じで、あー、ウエスって乗って、で運転手さんどこどこまで行ってくださいって、車がまあタクシー走り出しますよね。1,2 分ぐらいは経ったぐらいですよね、まだ 1,2 分しか経ってないんですけど、あのねって言って、僕ラーメン好きじゃないですかって始まったんですよ。いや、まだ知らんし、ね、めんどくさいけど、ああそうなんかなって言うと、最近おいしいラーメン屋見つけましたねってブチって言うんですよ。でこれはその店長があの長渕剛ファンの店長で、あのだから長渕のブチ取ってブチっていうラーメン屋さんなんですけど、ここ僕この間一人で行ったんですよ。ですごくあのお腹が空いてまして、で大盛りのつけ麺を頼んだんです。でまあ大盛りなんで、で麺も太麺だから多分すごく時間が思ったよりかかったんです。で僕もすごいお腹が減ってたんで、遅えなとは思ってたんですけど、そこはそこそのブチっていうラーメン屋だけあって、店内にはずっと長渕剛の歌が流れてる。で僕長渕剛嫌いじゃないんでそれはそれで、ああ懐かしいなとか、こんな歌もあるのかなってお腹減りながらも聞いてたんです。そしたら、海の向こうの飢えた子供たちの歌が流れてきた時に、はいお待ちってそのつけ麺が来て、食えねえよってね。そうね、僕はタクシー乗っててね、三股とお前誰で試してんのよしんどいわ休みの日にこのクオリティでなんか飯食いに行って飲んでって言うならいいですよ、まだあって 1,2 分お前も同業者ならわかんないこれまあいわばもう説教ですよね、もういわばこれ俺とお前が手品師やったとしてですよ、タクシー乗ってドヤ顔で鳩出されたらきついどうですかみたいな、まあいわば俺は空手ができたとして黒帯の俺にね負けまへんでみたいな感じで瓦2枚割られてもきついと勘弁してくれっていう、ましてやその俺もう2人っきりならね、もう別にあはははで済ませられるけど、すいません運転手さん、運転手さんも聞いてはると松本さん普段ゆるゆるやな思われんの
ってもいややし。ですいません運転手さん、本当どうでした今の話。今の僕かいつまんで言いましたからね、本当の見方はもっと長くてもっと無駄が多くて何回も噛んでますからね。どうですか今の話運転手さんって言ったら、もう運転手さんハンドル握ったまま顔真っ赤っかになって、もう思ってた通りやったんでしょうね。なんか運転手さんにも申し訳なくなって、で見方見たら見方もなぜか顔真っ赤っかになって、それ見てたら俺もなんか顔真っ赤っかになって、目的に着くまでそっから誰一人喋らず、カーナビだけがなんか合流ですとか言われて、本当に嫌な男の話です。 Yeah.